序の中の秩序、笠原巧。神話に登場する雁木影の動きに基づき、複数台の測定機械がキューブ内で長さを測ります。影特有の二項性と声帯の持つ揺らぎが機械を通過し、長さという秩序が空間に出現します。人の呼想に流れる神話と科学、未分離の記憶が場を介し生成します。